ボララスブリジッタエとは、コイモクコイカ、ボララス族に属する魚である。生息地は、東南アジアのボルネオ島南部で、体長は15から20ミリメートルほど。以前は、ラスボラ族として分類されていたが、1993年に、タゴシと共に親族ボララス族に分類された。ボララスは、ラスボラの前後の音説を入れ替えたアクロニムであるが、ボラララス族が、 ラスボラ族に比べてハラシーとオシーの比率が逆になっていることに由来している。また、種名のブリジッタエは、命名者の妻の名に由来している。同族であるメーラーやウロフタルマと酷似しており、混同されやすい。ブリジッタエは、比較的に、体側の紺色の反紋が尻びれに向かって体上に伸びていて、尻びれの上下の円がオレンジ色であり、全体が若干赤みが強く、 シャープな体つきをしている絶滅が危惧されているわけではないがゴムやパーム油のプランテーションによって生息地は徐々に減っている。その特徴的な魅力から観賞魚として世界中で親しまれている。特に小型美魚の愛好家からナノフィッシュの愛称で呼ばれ人気がある。少なくとも10匹以上で60センチメートル以上の水槽で飼うと規律の取れた群れを形成する。 また、成熟期のオスは全体が赤く染まり、その極めて小さな体にもかかわらず、水槽内での存在感は大きく、水槽水槽によく生える。非常に小さく、臆病な魚なので、本営には注意が必要である。水槽での飼育においても、状態よく買い込めば繁殖が可能である。pH4 から5ほどの弱酸性のブラックウォーターで、 高度午後18時ほどの軟水、水温は25度程度が望ましい。ピートモスを敷いた 15L ほどの水槽に、雨水や漏水を入れて、エアレーションフィルターを回し、濁りを取ると良い。また、流れは緩やかで、明かりは薄暗く、あまり物音が立たない環境なのが望ましい。成熟したメスは腹が丸くなり、放乱しているとわかる。オスはメスより若干小さく、 細い体つきである。オスはメスを追いかけるようになり、早朝に産卵が行われる。多くの小型小イカの魚と同様に、バラ巻き型の産卵をする。うまくいけば、毎朝継続的に数個の卵を産み落とし、卵は24時間以内に孵化するため、日ごとに数匹の稚魚が孵化するようになる。親は、卵の世話を一切せず、餌として認識するが、 積極的に捕食するわけでもない。そのため、ウィローモスをいっぱいに茂らせて放っておくだけでも、数匹の稚魚が生き残る。完全に親の捕食を防ぐには、隔離する必要がある。メッシュ状のシートを水槽の下部に設置する方法や、卵をピペットで吸い取り隔離する方法がある。卵は、非常に小さいが、目を凝らせば、肉眼で確認できる。 生まれた稚魚は24時間は、ヨークサックを通じて、栄養を得ることができる。餌としては、生後すぐは、ゾウリムシを与え、ある程度大きくなったら、ブラインシュリンプを与える。ありがとうございます。